パワープロ TV。 イエーイいよいよあのパズドラがパワープロアプリに降臨ということでコラボ内容をご紹介します。パズルと野球、今回はどうなるのでしょうか。コラボイベキャラも紹介していきますのでお見逃しなく。それでは早速やっていきましょう。パワープロ TV プレイボール。パワトピ。それでは早速イベキャラをご紹介していきたいと思います。たくさんお願いします。はい、パズドラから登場します3体のキャラを紹介します。まずはこちら、アテナが降臨いたします。イベント報酬のキャラとなっておりまして、変化球と守備力持てますので、はい、かなり使いやすいキャラになっております。今回から戦士能力の方も合わせて記載させていただいておりますので、このオリジナル変化球であるスターバーストが一番売りのキャラとなっております。すごいですね。なんか単純に絵の力そうですね絵力が、はい、本当にこちらパズドラのキャラをデザインの班の方が渾身の仕上がりに、渾身感ありますもんね、はい、細いでも絶対 PSD で言ったら重いなみたいなぜひ手に入れていただければと思います。これしかも自分で解雇と補えるんですね。あ、そうですね。ちなみにこのオリ編って見られたりするんですか。そうです、そこはやはり気になると思いますので、こちら動画の方用意しております。お願いします。トップバッターはパワープロ。投げました。タイミング合いません。 上なんですね。上に上がるんですね。ちょっとそうですね、見送ってストライク。ツーシームの上版みたいな第3球を確かに投げた。シュッと出た形の、はい、では、続きまして2体目のキャラはこちらになります。ソニアがパワープロアプリに降臨いたします。4番丸の上位の超特殊能力での不動の4番を持ってます。本当にかなり筋力ということで打撃に特化したキャラクターとなっております。来る日持ちですね。そうですね、筋力感あるわ弾道も4ということで、はい、そうですね、かなりのパワー、強打者感、強打者感があります。では続きまして3人目のキャラをお願いいたします。はい、3人目は白になります。こちらは孤高という特殊能力が入りまして、その上位の超特殊能力である孤軍奮闘を持っております。まあ、孤高に関しましては、まあ、自分だけが得点している時に能力がアップするという、よくあるやつ、ね、そうです、センセーターいらない悲しみを力に変えてお前らもういいみたいなぜひ手に入れていただければと思います。はい、あとユニークボーナスの方も3キャラとも持っておりますので、楽しみにしていただければと思っております。なるほど。ちなみにね、これ多分みんな気になってると思うんですけど、今回上限アップ的なそうです、そこは本当に気になると思うんですけども、ね、はい、今回あるキャラが上限アップキャラとして降臨しますので、これは本当に楽しみにしていただければと思います。行動安心しましたねなんか最近ね、ちょっと TV で紹介するとそんなにパワフルじゃないみたいな説がね、なんか小耳に挟みましたけどね、そんなことはないで、ね、大丈夫です、はい、あくまで噂なので、はい、そろそろコラボイベントの紹介に行きましょうか、はい、まずはこちら、コラボイベントパズドラ降臨ということで、パズルドロップをバッティングして勝負という内容になっております。全然わかんない敵はですね、投手となってパズルドロップを投げてくるんです。ヒットとかホームランとかで相手にダメージを与えて打倒すると、うん、で打ち返したドロップと同属性のイベキャラがそれぞれ自分が選手を作った時に使用したイベキャラが仲間で攻撃してくれることになっているので、連続でヒットを打つとコンボが発生してより多くのダメージを与えられることができます。はい、別に打ってライナーでぶつけて倒すみたいなことではない、はい、なるほど、ライナーで捉えてしまうとダメージがこちらにダメージがある、はい、普通にアウトになるやつ、はいはい、自分の HP が0になる前に敵の HP を0にできたらクリアです。確率でパズドラのイベキャラを入手できることがあります。はい、まず右下にいるのがそのデッキのキャラ。あ、そうですね、それぞれ属性が割り振りがあって、確かなんか色が違いますもんね投げてきたドロップと同じ属性のキャラが攻撃してくる、そうですね、なんとなく
うっすら分かりました。本当ですか？なんかやっぱこれだけはちょっとよく分かんないですね。そうですね、やっぱり動画で見ていただいた方がより分かりやすいと思いますので、はい、動画の方用意しております。お願いします。はい、完全にパズルですね。そうです、ちょっとどこかで見た画面になっております。どこかで聞いたみたいな、はい、上にあのステータスが出るんですよね。ああそうですね。でキャラを選んでいただいて潜入するっていうことね。潜入ダンジョンになります。はい、もうこれ完全にパズドラですね。そ, そして久方まさかのお前寝返ったかみたいな。はい、ちょっと球場の方もそうですね、新しい形で、はい、はい、まあ、今のようなダメージ演出が、コンボの音もちょっとどこかに聞いたことありますね。あ、来た方が、来た方が、来た方が、はい、ボスとして登場するんです。そうですね。このようにコンボ重ねる、まあ、重ねるほどダメージ大きくなりますので、基本的にはマンドをつなげていっていただくことが大事になります。うん、こう下見ていただいたらと思うんですけども、属性に あの投げてきた球の属性に合った、キャラが攻撃するという形になります。おこれはちょっと期待できます。こういった形でゲットできる、ゲットできます。はい、すごい、完全になんかリーダースキルのやつもありましたもんね。はい、さっき選んでる、うん、そうですね、その辺やはり攻略ポイント気になると思いますので、スライドの方まとめておりますのでご覧ください。 お願いします。パズドラ降臨攻略ポイントとしましては、自分のステータスですね、攻撃力やヒットポイントにつきましては、はい、デッキに入れたイベキャラの選手能力から算出されます。なので自分の選手育成とともにデッキに刺すキャラのステータスも結構重要になってきますので、今まで育成効率はちょっと微妙だったけど、ステータスは高いみたいなキャラクターがかなり活躍できる形になります。はい、援護イベキャラの属性につきましては、こちらパズドラでおなじみの属性になっておりまして、ガードであったりバウンサーであったりの能力が、そうですね、はい、彼女だけはちょっと特別に光属性ということで、はい、特別になっております。パズドラキャラにつきましては、デッキに入れるとリーダースキルというのが固有でついておりまして、こちらは本当にかなり攻撃力の倍率、攻撃力やヒットポイントの回復力の倍率がそれぞれ3キャラにそれぞれに割り振られていますので、かなり強くなります。ぜひパズドラキャラをデッキに入れていただければと思います。あとレアリティ補正というのがあると思うんですけども、はい、やはりこちらデッキで当然レアリティが高いほどレアリティ補正が高まるということになりますので、ぜひレアリティの高いキャラを入れて攻略していただければと思います。なるほど、だいぶ新しい組み方ですね。そうですね、で確かにあれですよね、ボックスの中に並び替えで選手能力順とかありますもんね。そうです、ソードがついに活躍する時が、そうあれ、はい、いつもあるけど、あるけどなみたいな、はい、だいたい部とかが上に来んだよなあブーブーさんで、まあ、感じですよね、はい、でもやっぱ選手なく友沢とかそうですね、高いもんね、はい、バランスよくビクターとかね、はい、っていうことですよね。だからでもまあやっぱ個人的にはね、僕のボックスによく出てくるブーがね輝くんじゃないかなってちょっと今期待してますね、はい、まさかブー上げのイベントなのかなと思ってブー上げのイベント、なんでね、ちょっと今回は皆さんに PR ブーをねプレゼントしましょう、行きましょう、活躍してくれるでしょう。ちょっとブーはまあ皆さんちょっとあまりいや欲しい方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ今回は、はい、せっかくパズドライベントですので、確かにパズドラの PR 箔をプレゼントしたいと思います。確かにそうですね、はい、最新のね、せっかくコラボするんだからっていうことですよね、はい、あでもな、分も来るんだろうな皆さん、イベントをぜひお楽しみにしていてください。駆けつけてくれるだろうね、ブーピックアップガチャとか来るんだよ
なのか。ということで今回はパズドラコラボキャラとイベントについてお伝えしました。はい、今回本当にパズドラとコラボということでパズドラ感あるイベントの方とサクセスの方でもこの期間中だけで起こるパズドラキャラのイベントもございますのでぜひパズドラキャラ手に入れてもらいましてサクセスも楽しんでかつこのイベントの方もぜひ楽しんでいただければと思います。上限開放もいますしね。そうですね今回言ってしまいますので上限アップがあれば、はい、楽しみにしていただければと思いますはい、皆さんパズドラコラボを楽しみにしていてください。はい、分もね分もね使ってあげてくださいそれではまた次回お会いしましょう。パワープロ TV ゲームセット、ありがとう、バイバイ、またね。パズドラキャラ手に入れてください。あ、じゃあパズドラ TV って一緒になったコナミ